みんなの笑顔のためにカレン頑張ります。人がいっぱい集まるからエースって好きだよ。さ、カレンをアピールしなくちゃ。お写真いっぱい撮ってね。いつも通り可愛く走ってくるから。あんまりがっつりはやめよう。疲れるのって可愛くないし。本当に今日やるの？あんまりいい結果出そうにない予感。どう展開するか彼にも読めないけど、意外となんとかなるかもね。神様にお祈りしとくんだったな。カレンの魅力で確実に運を味方につけられたのに。ふぅ、カレンなら平気だよ。ちょっと深呼吸しただけ。あ、枝毛、見た目に出てくるともうおしまいって感じ。お兄ちゃんの言いたいこと全部わかるよ。でもカレンも馬娘、無理な時もあるってこと。大丈夫、カレンならやれる。お兄ちゃんもみんなもそう信じてるはずだから。調子は微妙、確証もゼロ。これで勝てたらカレンが最強に可愛いって証明になるね。あのね、カレン本当はすごく。なんでもない。それじゃ頑張ってきます。またレースなの？ふう、お兄ちゃんの意地悪。後でご褒美もらっちゃおうっと。お兄ちゃん、カレンは確かに体調もモチベ管理も鉄壁だよ。けどやりすぎ。ベシッ。カレン的には何でもありかな。好きにしていいよ。たまにはお兄ちゃんも一緒にトレーニングしよう。カレンが優しく教えてあげる。あ、今カレンのこと見てたでしょう。お兄ちゃんならもっと近くでいいのに。はあ。